ドクターストレンジ、星2。超絶敏腕外科医である主人公の人族のオスはある時交通事故にあって自分の最も大切な手術道具である両手をズタズタにしてしまう。そこから全財産を投じてあらゆる手を尽くして自分の手を回復させるように努力したが解決策は見つからない時に、チベットの山奥にいるカルト集団なら治せるかもよ、ということでチベットのカルト集団のところに行って修行して魔術師の能力に目覚めて、違う次元からやってくる侵略者から地球を守るというストーリー。まず、交通事故のシーンが嫉妬に狂った同僚がやらかすというマーベルコミックかなと思ったらマーベルしてなくて驚き。次にマントが生き物のような振る舞いをしており、しかもめちゃんこ可愛らしく描けており、ディモールトでね、表情のない無機物がここまで可愛らしく描けている部分にディズニー映画の実力を感じたので、とりわけ敵を倒すのにオノートローと向かう主人公を引っ張る映像がとてもコメディしててでね。あとはティルダ・スウィントンがおばさんしてて驚き。この女優、コンスタンティンでは超絶イケメソ美人女バウンサー役やっててすげーってなってたので、そこからここまで役者を変化させててモンゲーすげーので。最後のオチもマーベル風ファイトクラブしない感じのオチと使い方のいい感じで肩透かしを食らってディモールトでね。総じてマーベル映画はほとんど外れがないいいジャンルの映画なので。